6月30日20時、エイリアンウェイ X14 をライブレビューするイベントをやります。テーマはロボット VS エイリアン。当日はとあるゲストにレビューしてもらった VTR も公開します。今日はその様子をチラ見せします。どうぞ。熱だけで勝負していいぐらい、耐熱ってめっちゃ重要なんですよ。そう、熱がやっぱり入っちゃうとなんか動き悪くなったりとか。めっちゃいい視点ですよね。顎の、発達と集中力っていうのは結構相関があるって言われてるんですね。やっぱりその呼吸をすることで脳を冷やしてる、それ確かに僕らも空冷なんです。空冷なのということで、なんとグルーヴ X の林さんと愉快工学の青木さんにインタビューすることができました。ロボットとエイリアンウェアの意外な共通点、排熱について詳しく語っていますので、ぜひご覧ください。そしてプレゼント企画も実施中です。ハッシュタグエイリアンポエムをつけて、エイリアンウェア X14 への愛をツイートしてください。6月30日の配信内で発表された優秀賞3名の方にゲーミングモニターやヘッドセット、マウスをプレゼントします。僕も一つ考えてみました。愛入れないなんてことはない。宇宙人、よそ者、きっかけがあれば、異質、風変わり、触ってみれば、いつの時代もそうだった、それはただ新しい。6月30日木曜日20時、見てね。 Let's get right in.